国家寺は、兵庫県姫路市五県邸,邸にある日蓮州の寺院で、三号は大城山。通称六条門流張間本山。旧本山は、京都市の大本山本国寺、親氏方園、むしろ市方園。境内には、関延年間の市川大洪水による、歴史作用島がある。文明9年4月、高寺市院比登場人により、三木市に創建された。 その後京都六条堀川に移転した大本山本国寺の末寺となった。天正八年に三木城主、別所長春が豊臣軍に敗れ、陛下にあったため、三木市より姫路市木へ移転し北家道を建てる。慶長五年、姫路へ入法した池田照正の姫路城追記にあたり、北条門付近に寺領を配慮して移転した後、万寺三年に沖の地より現在地にお堂。 ガランを移動ホッケとした。自社奉行により、ホッケ州張馬国触れ頭を命ぜられ、重要な位置を占める自覚を受ける。教本年間に再建した書道具が、明治初めの出荷で消失。姫路城内の千姫堂を移して、本堂とする。しかし、昭和20年7月3日の姫路大空襲により、ガランが全焼した。戦後、客殿、三門、栗。 書院が再建され、さらに立教改装750年、喜び参事業として、空襲で消失した、千姫杯道を再現した本堂が再建された。そ宝となる、日蓮聖人御消息の断片、巡州宝の十加減三子のご本尊等が、現存する。ありがとうございます。